となれば、僕たちが乗ってきた船以外の船で来たかどうかなんて議論しても無駄な問題ということになるね。僕たちと一緒の船にはいなかった。それだけが事実で、それ以外の方法でとにかくこの島に訪れたことになる。そうね、どうやって来たかなんて議論の必要はないかもしれない。肝心なのは、現にこの屋敷に今いて私たちと晩餐を共にする気がないという事実よ。整理しよう。今この島には後宮家18人以外にもう一人客がいる。そしてそいつは兄貴も夏姫姉さんも知らない客だったんだ。知りません。何の話だかも分かりません。お前は少し黙っていなさい。頭痛に触る。妻の言う通りだ。私にはお前たちが何の話をしているのかさっきからさっぱりだ。じゃあ答えは一つしかないわ。お父様が呼んだのよ。今日の親族会議のために。親族会議に？だから何のために？そんなの知らないわよ。兄さんが知ってたらそれを問い詰めようって思ってたのよ。エヴァ、予算か。クラス兄さんは知らんと言うとる。つまり話はこうや。お父さんが肖像画の魔女にそっくりの客人をこっそり招いた。それにローザさんが出会い、マリアちゃんが出会い、そしてキリエさんも会った。今はそこまでや。わしらに言いたいことがあるんならとっとと姿を現せばええ。挨拶もなしに引きこもってるっちゅうんはどないなわけなんやってことなんや。親族会議なんか花から関心のない親父が新しい愛人をこっそり呼びつけたってわけか。理想の魔女様のおべべを着せてよ。そう決着するには今日という日は意味を持ちすぎてるぜ。理由は一つしかない。親族会議に加わるためよ。お父様の遺産について何かの権利を主張する気でいるのよ。バカバカしい。当主様に愛人などと汚らわしいものなどおりません。お前は黙っていると言っている。私はこの屋敷でずっと親父殿と過ごしているが、そんな話は聞いたこともない。最大限理解を示したとして、何十年も昔の愛人との間に隠し子がいたとして、それを親父殿が探し出し今日という日に呼びつけたと、こう言いたいのかね。あなた、お父様にそんなものがいるわけがありません。尊い後宮の血が愛人ごときに。先ほどから数人が見た見たと自称しているに過ぎません。幻想妄想白昼夢に決まっています。あるいはこれも夫を落とし入れるための皆さんの何らかの芝居なのですか。何の芝居だってのよ。芝居だって言うならそっちでしょうが。よせよ姉貴、ちょいと暴力的な言い方だが、夏日さんの言う通りではある。キリエは姿を見たが俺は見てない。姉貴もだ。だがローザは見た。しかしってことはいるってことにね。いるを証明している連中が存在する以上、いるで直ちに決着だ。悪魔の証明の逆パターンってわけだな。それに俺も会いたいんだよ。そして一体当家に何の御用かと直接問いただした。それについては私も同感だ。六軒島へ何の御用かぜひお尋ねしたいものだ。しらじらしいこと言わないで。狙いは一つよ。お父様の遺産を狙ってるのよ。相続問題に明るい弁護士に今後の作戦を練らせるべきよ。お母様と同格の権利を愛人が主張した場合、私たちの取り分はかっきり半分さらわれることになる。ちょっとみんな待って。源氏さんがもうじき来るわ。彼は何でも知ってる。きっと私たちの疑問に答えてくれるわ。それまでそういう話はなしにしましょう。さあ子供たち、悪いけれど大人はちょっと込み入った話をしないといけないの。ゲストハウスへ戻っていなさい。
そうやな。ローザさんの言う通りや。ジョージ、いとこみんなでゲストハウスに戻ってるんや。いとこ同士仲良く遊ぶんやで。ジョージ、言われた通りになさ。いとこみんなを連れて今すぐ出ていくのよ。ちょっと待ってよ母さん。僕たちはまだ食事も終えていない。うん、デザートもまだ来てない。うん、デザートはゴーダさんにゲストハウスに運ばせます。だから出て行きなさい。ジェシカ、ここから先は大人の話し合いです。行きなさい。わかったよ。まだ食いかけだってもな。ってことは俺だけ例外ってことはないよな。理解してくれてありがとう、バトラ君。でもあなたラッキーよ。へえ、どうして？私も出ていけるなら出ていきたいもん。違いねえぜ。大人は大人で遺産をめぐって楽しい一家団らんをお楽しみくださいってんだ。私も席を外しましょう。どうやら今夜は私の出番はなさそうだ。遅くなって申し訳ございません。源氏をお呼びいたしました。お屋敷の中の戸締まりの確認に行っておりました。遅くなりました。申し訳ございません。さあ、子供たちはゲストハウスへ。ゴーダさん、申し訳ないのだけれど、子供たちの分のデザートをゲストハウスへ運んでくれるかしら。は、よろしいのですか。ローザさんの言う通りにするように。それから私たちにデザートの配膳は不要です。呼び出しがあるまで食堂には近づかないように。これは他の使用人にも伝えること。いいですね。はい、かしこまりました。さあさあ、皆さん参りましょうかな。マリアさんもこれ以上お母さんを困らせてはいけません。マリアちゃん、僕たちにゲストハウスでベアトリーチェの話を聞かせてくれないかい。ぜひ魔女の話を聞きたいんだね。はい。ジョージ兄さんは本当にうめえぜ。感動するぜ。本当に子持ちじゃねえのかよ。手慣れすぎだぜ。ご用は何でしょうか、皆さん。あるわ、たっぷりと。それもみんな。誰から質問するか、くじ引きが欲しいくらいよ。だが、誰が一番のくじを引こうとも、最初にする質問は同じだと思う。違いねえな。源氏さん、正直に答えてくれ。今貴賓室にいるベアトリーチェってのは何者なんだ。